でもこんだけやる気出してくれてるんであれば、逆に工業高校っていうのは逆に考えると有利かもしれないですね。何時間全部自分で使えるからね。そうですね、はい、いいな、うん、武田塾チャンネル。いやみんなも学年が変わってね。そうですね、はい、来年の今頃第一志望の大学のこう入学式とか、うん、最初の授業とかに出てるか、もしくはちょっと行きたい大学じゃないところになっちゃってるのか、はい、それが今後1年で決まるわけですね。なので、はい、もしね悩んだこととかあったりしたらぜひ相談してほしいってことで、はい、そんなね受験生の悩みとかね答えるこの番組は受験相談 SOS。 はい、先生、はい、今回の質問ですか。今回の質問はですね、春から工業高校に入学します。工業高校ですが九州大学の工学部を目標にしています、工業高校なので大学受験には不向きなのですが、おすすめの参考書がありましたら教えてくださいと、ちなみに勉強時間は1週間今45時間ぐらい勉強してます。時間すごいな。これでも足りますかと。なるほど、なるほどね、45時間、ほぼ受験生の勉強ですね、これね。そうですね、結構すごい、まずおすすめの参考書についてなんですけど、これは武田塾のルールを見てくれれば、そうですね、後ろからやってもらえればってことなんで、多分高校基礎内容からやった方がいいと思うから、まあ、英語数学は大東亜レベルから、で他の科目やるんだったら、まあ、日大の入門とかからやっていくといいんじゃないかなってところですかね。あとはやり方のところを間違えずにやってくれれば、45時間1週間取れてるんであれば結構な勢いで上げられますよね。そうだから重要なのはこの45時間でどれだけのことができてるかなんですよね。やっぱり勉強の意識っていうのは時間じゃなくて量と質でちゃんと見るようにすることがまず大事だと思うんですよ、どれだけのことが1週間で今できているのか、単語だったら何百個じゃ覚えられる、そのやった範囲はじゃあ正解率何パーあるのとか、数学だったら1週間に何問できるの、じゃあ今やってる参考書はいつまでに終わって、その時点で何パーぐらいの正解率いく予定なのみたいな、このあたりがやっぱすごい大事だと思うんですよね。そうですね、45時間やるっていうのは目的じゃないじゃないですか。45時間やった結果何ができたのかがやっぱ大事じゃないですか。すごい。そうですね、うん、結果どんだけ覚えたのか、どんだけ解けるようになったのかっていうのが大事なので、まずはこの45時間やっているっていうのはすごくいいことだと思うんですけど、その質の部分大丈夫なのかどうかっていうところはしっかりと確認しておきたいですね、でちゃんとやっぱ目標設定をすること、例えば九大に行きたいっていうことであれば、まあ一つの面倒としてやっぱりそのセンターだったり、今日大レベル、マーチレベルあたり突破しなきゃいけないわけじゃないですか。はい、ってなったときに、じゃあそれを例えば英語とか数学をじゃあ受験学年前までにいっぱいやっぱ突破したらですね、例えば1年生の終わりまでにじゃあ数学を 1A、2B をとりあえず例えば日大レベル突破しに行こうとか、そういうものだったりとか、これをまず一つ目安をちゃんと持って作っていくことが大事だと思うんですよね。そうですね。っていうのはないからね、目安がおそらくその学校が示してくれないから、九大行くためにはこうやってやれやれってなかなか多分教えてくれないと思うから、そうですね、その分やっぱり自分でその1年生の時点でここまで持っていこう、科の科目をこうやってやっていこうみたいなことを計画立ててやっていかないと、やっぱ今から受験見据えてってのはちょっと難しいと思うんで、中期目標、学年目標っていうのは立てた方がいいと思いますね。はい、こんだけやる気出してくれてるんであれば、逆に工業高校っていうのは逆に考えると有利かもしれないですね。だって時間全部自分で使えるから、ね、そうですね、はい、いいな、なのでね、全力で頑張ってくれるとね、それだけの時間かかるよね。はい、ね、3年間受験勉強で使えるんだ。やば、九大行こう、はい、しっかり頑張ってみようってくれればと思います。はい、で今回の質問は以上です。はい、大学別対策動画で扱っている大学のカリキュラム、実は最寄りの武田塾でもらえます。全国の武田塾で配布イベントをやっておりますので、よかったら最寄りの武田塾にご相談ください。よろしくお願いします。